Many wise men have written as follows. Don't judge people by their appearance or their looks, because what you see is what they want you to see. Looks often can be deceiving. So is about God we see. Then, what do you think about these two gods?One is so beautiful and elegant, and another one is so ugly and awful. 賢人たちはこう書き残しています。人を見かけや外見で判断してはいけませんよと。なぜならあなたが見ている部分は彼らがあなたに見てほしいところのものだからです。外見は得てして人を欺くものですよね。神々もまたしかり。で、あなたはこの二人の神をどう思いますか？一人はあまりにもエレガントで美しいですが、もう一人はあまりにも醜くひどいですね。広し林浜松シティ、ジャパン。角を持ったイエス・キリストの話をします。これはレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるイエス・キリストの絵です。イエス・キリストです。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされています。このイエス・キリストの絵の中に角が描かれていました。隠し絵、騙し絵の手法です。この部分に注意してください。明るくしてみます。すると髪の毛が現れます。で、180度回転させ、そしてこの髪の毛に着色してみます。髪の毛ですよね。左も着色してみました。よく見てください。髪の毛が螺旋形にぐにゃっと曲がっているのがわかります。で、顔を反転させますと、イエス・キリストの頭には角があるということになります。同じような角をミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画の中に描いています。この丸い部分にそれが描かれています。拡大してみます。一般には羊と言われていますけども、これは羊の顔ではありません。白黒を反転させてみます。すると、こういう動物らしきものになります。これは何かということですね。同じような動物をサバジオスの手の、その手の中に見ることができます。上がサバジオスの手です。そして同じような動物をレオナルド・ダ・ヴィンチ自身がアンギャリの戦いの絵の中に描いています。これらの角を比較してみてください。そして同じような角を持った神が言うまでもなくバフォメットということになります。バフォメットの角を見てください。そして比較してみてください。一番左がバフォメット、左から2番目がダ・ヴィンチが描いたイエス・キリストの絵、そしてその隣上がサバジオスの手の中の動物、そして下がレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたアンギャリの戦いの中に描かれている動物、そして右がミケランジェロなる画家が描いたとされるシスティーナ礼拝堂の天井画の中に描かれている奇妙な動物ということになります。これらの絵を逆に順を追ってみると、もう結論はお分かりですね。バフォメットイコールイエス・キリスト自身ということになります。そしてこれが1500年後のルネサンスの時代に現れたイエス・キリストからの
メッセージということになります。ルネサンスの時代に現れたイエス・キリストはレオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ・ブアノルティなどの操り人形を使って自らのアジェンダを人間に示しました。その上に当然君臨するのが1500年後のイエス・キリストということになります。この絵そのものは一応アンドレア・デル・ベロッキオが描いた絵とされていますが、私林博は1500年後のイエス・キリスト自身の自画像であると判断しています。最後にもう一度考えてみてください。人は見かけや外見で判断してはいけません。同じように神もまた見かけや外見で判断してはいけないということですね。となると、なぜイエス・キリストはあえて右のような醜い神に自らを描いたかということです。つまりそこに1500年後のイエス・キリスト自身の深い人間に対するメッセージが込められているということになります。言い換えると、1500年後のイエスはあえて自らをこのような姿で表現することによって真の教えを私たちに伝え残したということになります。繰り返します。神を見かけや外見で判断してはいけないということです。 Bye for now. Who is biblical king? Who is Jesus Christ? And who is Baphomet? Here is my answer in which I claim that king is Jesus and is Baphomet as well. Miss Sally Kimura has sent me a very significant photograph of king at theLouvre Museum, Paris, France, a statue of Cain with a Baphomet skull in his arms. This statue indicates that Cain has a very strong connection between Cain and Baphomet. The name of this statue is Cain and his sons. But why does Cain hold a Skull of Baphomet. Today's story starts from here. フランスのパリ在住のセリ・キムラさんがルーブル美術館にある大変興味深い像の写真を送ってくださいました。カインと息子たちという名前の像です。その像のカインはバフォメットの頭蓋骨を手に持っています。なぜカインがバフォメットの頭蓋骨を手に持っているのでしょうか。今日の謎解きはここから始まります。広志林、浜松シティ、ジャパン。林広志先生へ、お調べになっているイエスイコールカイン説、つまりイエスおよびカインの資料となりますよう取り急ぎこの彫刻の写真をお送りします。カインがバフォメットの頭蓋骨を持っているところに注意してください。美術館関係者に質問してみました。私のどうしてカインがモデルになったのかについてはルーブル側の説明によれば、これはカインそのものがテーマではなく、親子三世代をテーマとして表現したものであるとのことでした。
しかしどうして絵画というところにはフランス人もナチスの話題と同様に触れたくないような印象を持ちました。さらにリサーチしてさらなる情報をお届けします。ただこの彫刻がメインのルーブル美術館の華やかなところではなく道路に面した裏通りに置かれています。ちょっと寂しい位置に置かれています。セリキ村パリフランス2017年9月3日この像のタイトルはルフレ・ドゥ・ケイン、つまり The Sons of Cain、 カインの息子たちとなっています。その像の中央に立っているカインがバフォメットの頭蓋骨を持っているところに注意し、しっかりと確認しておいてください。一見するとヤギもしくは羊の角のようにも見えますが、このぐにゃっぐにゃっと曲がった角に注意してください。これはバフォメットの角あるいは頭蓋骨と言われているものです。実際のバフォメットの像のそれと比較してみます。右がそのバフォメットの像です。細い顔、尖った顎、そして2本の独特な角に注意してください。つまりこのカインはバフォメットの頭蓋骨を手に持っています。で、1500年後のイエス・キリストはミケランジェロという操り人形芸術家を通して一枚の絵を残しました。カッシナの戦いというタイトルがついている絵です。上の絵がその絵ですけども、その中には隠し文字の形で数字が隠し込んでありました。by 林博士発見です。左から7750、そして27です。おそらくミケランジェロもこの数字には気がつかなかったものと思われます。それはともかくももう一度しっかりと確認しておいてください。上のカッシナの戦いの絵の中には隠し文字の形で暗号が隠されていました。その暗号を11種ゲマトリアで読むと77はキリスト、50は聖書の、そして27はカインとなります。ここが重要です。つまり775027は11種ゲマトリアによればキリストは聖書で言うところのカインである、キリストは聖書で言うところのカインであると読めます。そのカインがバフォメットの頭蓋骨を手に持っていました。これでカインイコールキリスト、そしてキリストイコールバフォメット林博士説が裏付けられたということになります。セリ木村さんから送っていただいた写真がその裏付け証拠の一つとなりました。セリ木村さん、どうもありがとうございました。 Bye for now。When God
judged Cain for the murder of Abel, he became fearful for his life. The Bible speaks of God putting a mark on Cain to protect him from others. And the Lord said to him, Therefore, whoever kills Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark on Cain, lest anyone finding him should kill him. Genesis chapter 4:15. That is to say that God's mark of protection on Cain was to help provide for his safety. However, it did not prevent Cain from being attacked or murdered. The mark merely warned that anyone who killed Cain would himself suffer a worse death. Then, what was a mark which was visible instantly for others?弟のアベルを殺したカイン。そのためカインは恐ろしい復讐に遭う危険性があった。旧約聖書によれば、神はそのカインを他の神々から守るため、カインにマーク、つまり印をつけた。旧約聖書はこう書いている。カインを殺す者は、その7倍の復讐を受けると。その印によってカインは守られたが、ではその印とは何か、誰が見てもすぐわかる印とは何か。広し林浜松スリージャパンが、この謎の下にはさらに巨大な謎が隠されていました。もう一度最初から説明します。レオナルド・ダ・ヴィンチです。レオナルド・ダ・ヴィンチですが、この二人のダ・ヴィンチは全く似ていません。誰が見ても別人です。今さら比較するまでもありません。特に鼻に注意してください。鼻の長さ、高さ、そして鼻の頭に注意してください。誰が見ても別人です。いくら年をとっても基本的な部分がこのように変化するということはありえません。つまりこの二人のレオナルド・ダ・ヴィンチは別人ということになります。顔を貼り合わせてみるとさらによくわかります。鼻と口のところに位置を合わせてみました。別人です。ここが今日の一つのポイントになりますから、皆さん自身の目でしっかりと確認しておいてください。上が一応若い時のレオナルド・ダ・ヴィンチ、下は死の直前のレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。この死の直前のレオナルド・ダ・ヴィンチの原型となったのがその右、さらにその右、さらにその右の顔ということになります。つまり右下の顔をもとにその左の顔が作られ、その左の顔が作られ、そして私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像なるものが捏造されたということになります。下の4者は全く同じです。となると下の一番右の顔の人物は誰かということになります。
1500年後のイエス・キリストはルネサンスの時代においてミケランジェロという操り人形芸術家を通して私たち人間に重要なメッセージを残しました。これがそのメッセージです。カッシナの戦いという題がついていますが、これはカッシナの戦いの絵ではありません。イエスと18人の弟子の絵ということになります。その絵の中に1500年後のイエスは775027という数字を隠し込みました。もちろんミケランジェロもこの隠し文字には気がつかなかったものと考えられます。ここが重要なポイントですから、もう一度しっかりと確認しておいてください。ミケランジェロなる画家が描いたとされるカッシナの戦いの絵です。その絵の中には775027と一文字の形で数字が隠し込まれていました。775027です。別のところで解読しましたが、その上にはボスニア語でイボット、つまり生きているという一文字も隠されています。その775027を11種ゲマトリアで解読すると、77はクライスト、キリスト、50はビブリカル、聖書の、そして27はケイン、つまりカインとなります。ここが重要です。1500年後のイエスはこのようなメッセージを私たち人間に残し、そして自らの正体を明らかにしました。 Christ is biblical Cain となります。繰り返します。キリストは聖書でいうところのカインであるという意味になります。つまりイエス・キリスト自身がカッシナの戦いの絵を残すことで自らこう告白したということになります。キリスト、つまり私は聖書で言うところのカインであると。アダムとイブの息子のカインとアベル、カインとアベルは神に捧げ物をしますが、神は弟のアベルの方の捧げ物を評価します。それに嫉妬したカインはアベルを殺してしまいます。結果的に殺してしまったということになります。でカインは呪いをかけられますが、同時に神はカインを守るためにカインにマーク、つまり印をつけます。これがカインのマークです。誰が見てもすぐわかるマークであったと言われていますが、そのマークとは何かということですね。さまざまな解釈がなされていますが、誰が見ても一目瞭然にわかるマークだったと言われています。カインについて簡単におさらいしておきます。ミケランジェロです。ミケランジェロなる操り芸術家はシスティーナ礼拝堂の天井画にその絵を描き残しています。天井のほぼ中央にその絵があります。イチジクの葉です。イチジクの実です。左からアダム、イブということになります。中央に下半身大蛇の人物が描かれています。カトリック教会の説明によればリリトとなっています。つまりアダムの最初の妻ということになっていますが、セントジェロームが翻訳したラテン語の聖書ヴァルゲートによればリリトイコールラミアと翻訳されています。魔女中の魔女、最悪の魔女ということになります。そしてその右にいるのがアダムとイブの息子の
カインということになります。そしてその右にいるのが妻でもあり妹でもあるアワンということになります。ついでですがラミアの天使の持つ剣がカインの首に突き刺さっている点にも注意しておいてください。アダムの最初の妻が一般にはリリトと言われていますが、リリトイコールラミアでした。で、そのアダムの次の妻がイブということになります。その間からカインが生まれます。そしてカインの妻でもあり妹でもあるアワンがここに並びます。1500年後のイエス・キリストはミケランジェロなる画家を通してキリストはカインであると告白しています。つまりこのカインこそがイエス・キリストということになります。システィーナ礼拝堂のもう一枚の絵を皆さんにご覧いただきます。システィーナ礼拝堂の中でも最もよく知られた絵です。この中央にそれがあります。この絵です。この絵の向かって左側にいるのがアダムと言われていますが、これはアダムではありません。バチカンの公式説明文の中でもアダムと説明されています。繰り返しますが、これはアダムではありません。アダムが神に命を与えられている絵ではありません。その証拠が同じカペラ・システィーナの壁画に残っています。中央にいるのがイエス・キリストです。この顔と先ほどのアダムと言われている人物の顔が同じです。比較してみてください。左はイエス・キリストと説明されています。右がアダムと言われている人物の顔です。全く同じです。つまり左がイエス・キリストなら右もイエス・キリストということになります。皆さん自身の目で確認してください。では左の人物はアダムかというと、左の人物は紛れもなくイエス・キリストです。その証拠がこの壁画の中に残っています。この下の2人の人物に注意してください。やはり一文字の形で77という数字が隠されています。by 林博士発見です。そして77は先ほども言いましたように11種ゲマトリアで読めばキリストという意味になります。つまり左の人物はキリスト、そして同じ顔を持った右の人物はアダムでなくてイエス・キリストということになります。ここが今日の重要なポイントになりますから、もう一度皆さん自身の目で確認しておいてください。77イコールキリストです。そして同じ顔の人物が右の絵の中に描かれています。つまり左がキリストであるならば右の人物もこれまたキリストということになります。アダムではありません。そしてそのさらなる証拠がこれらの絵の中に残されていました。手のハンドジェスチャーに注意してください。中指と薬指が皆くっついています。つまりシグナムマラの隠れユダヤ教徒のハンドジェスチャーです。マラヌスの手です。マラノーというのは隠れユダヤ教徒の別紙語でした。つまりユダヤ教徒たちはカトリックの迫害を恐れてこのように身分を隠して密かにユダヤ教を信仰していました。言い換えるとイエス・キリストのシンボリックなハンドジェスチャーがシグナムマラーノということになります。イエス・キリストであることをこのような形で示しています。となるとこの絵全体はイエス・キリストと神の決別を表しているシーンということになります。そのことは別のところで
説明しましたので、ここではさらに話を先に進めていきます。左がイエス・キリストとなると、右下もイエス・キリストということになります。注意深くご覧ください。ここであることに私は気がつきました。これはミケランジェロなる芸術家が彫ったとされるピエタ像です。この像の中でもやはりシグラム・マラノが表現されています。中指と薬指がくっついている点に注意してください。つまりこのような形でここに彫られているのはイエス・キリストであることを示していますが、ここで皆さん注意してください。ここに表現されているイエス・キリストの顔にはひげがあります。ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるイエス・キリストの顔にもひげがあります。ひげといってもはっきりしないちょびひげのようなひげです。ここに注意してください。このひげが決め手となりました。ひげがあります。で、このひげのあるイエス・キリストは、結論を先に言えば処刑された替え玉イエス・キリストということになります。それを表しているのがレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるアンギャリの戦いの中のイエス・キリストです。頭から血を流しています。そしてその向かって右側、この人物の左手には聖痕が描かれています。つまりこのような形で1500年後のイエスは、今度はレオナルド・ダ・ヴィンチという操り人形芸術家を通して、殺されたイエス・キリストは替え玉であることを示しています。並べて比較してみます。これら2者にはちょびひげらしきものがあります。右の人物についてははっきりしませんが、あるように見えます。そしてもう一人、このイエス・キリストを忘れてはなりません。私、林浩司が替え玉イエスと判断した人物です。そして最後の晩餐の中に描かれているイエス・キリストです。これら5者にはひげがないとは断言できないということになります。はっきりしません。つまり分かりやすく言えば、替え玉イエス、処刑された替え玉イエスには皆ひげがあったということになります。しかしシスティーナ礼拝堂の壁画、天井画に描かれているイエス・キリストにはそれがありません。そしてカインの顔にもひげがありません。つまり処刑された替え玉イエスの方にはひげがある。しかし本物のキリストイコールカインの方の人物にはひげがないということになります。ここが重要です。決め手となりました。こうした事実を裏付けているのがイエスの洗礼と呼ばれている絵です。ベロッキオとダ・ヴィンチの合作と言われています。中央に立っているのが処刑された替え玉イエスということになります。そして向かって右に立っているのが、一般にはヨハネと言われていますが、この人物こそがイエス・キリストイコールカインということになります。その証拠がダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるこの絵に残っています。この両者を比べてみてください。顔の向きが違いますから比較しにくいところもありますが、この両者は大変よく似ているというレベルを超えて大変よく似ています。つまりほとんど同じと判断します。皆さん自身の目で判断してください。特に鼻の形、顎、口の形、そういった点に注意してください。顔というのは違うところがないという点で同じと判断します。胸のあばら骨にも注意してください。同じです。そして右の人物は別のところで証明しましたが、1500年後のイエスです。そのイエスと左の人物が同じです。ということは左の人物はヨハネではなくてイエス・キリストということになります。
でないというのなら、中央に立っているイエス・キリストと言われている人物がどうして両手を合わせているのですか。さらに、どうしてイエス・キリストが洗礼を受けなければならないのですか。右の人物がイエス・キリストであるという証拠を皆さんにお見せしておきます。ピエタ像です。このピエタ像の中に描かれているイエス・キリストの向かって左側、右腕に注意してください。この右腕には人間にはないコブがボコボコと表現されています。この赤丸で囲んだのがそのコブということになります。そしてこのコブと同じコブを持った人物がミケランジェロなる画家が描いたとされるあのカッシナの戦いの絵の中に表現されています。このコブに注意してください。これがカッシナの戦いの絵です。右下の花冠をかぶり足の皮をベロッと剥いでいる人物に注意してください。この人物のこの腕に注意してください。反転し拡大してみます。するとこの両者は全く同じであることがわかります。つまり左がイエス・キリストですから、右の人物もイエス・キリストということになります。ここが重要です。コブの位置形に注意してください。左はイエス・キリストです。となると右の人物もイエス・キリストです。そして先ほどお見せしましたレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるこの人物、やはり同じコブを持っているのがわかります。ここが今日の最も重要なポイントの一つとなります。注意深く比較してみてください。ピエタ像の中のイエス、そしてカッシナの戦いの中に描かれているイエス、腕で一致します。そしてその腕のコブと先ほどお見せしましたレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる人物像の腕とこれまた一致します。ということは左からイエス・キリスト、そして右もイエス・キリスト、そしてその右の同じコブを持った人物もイエス・キリストということになります。つまりこの頭のハゲたこの人物もイエス・キリストということになります。髪の毛、ひげ、全くありません。ここが重要です。髪の毛、ひげ、全くありません。これがイエス・キリストの実像ということになります。つまりこれこそが神がカインにつけたマーク、つまり印ということになります。繰り返します。髪の毛、ひげが全くない、つまりこれこそが神がカインにつけた印、マークということになります。結論ということになりますが、もう一度最初にお見せしました動画を見てください。レオナルド・ダ・ヴィンチです。レオナルド・ダ・ヴィンチですが、この両者は全く似ていません。鼻だけを比較してもそれがわかります。両者を貼り合わせてみても一致しません。つまりこれら二人の人物は別人物ということになります。左の人物は要するに操り人形芸術家であったレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。言うなれば神と人間の間にうごめいた操り人形ということになります。そして右がレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像、捏造された自画像ということになります。下の自画像に注意してください。元の絵です。元の絵です。さらに元の絵です。その元の絵には髪の毛、ひげが全くありません。つまりこれこそが元の絵イコールカイン自身の自画像ということになります。わかりやすく言えば、下の4枚の絵のうち右と左どちらが元の原画であったかということになります。今まで私林浩司はこの絵をもとにヒゲの人物が描かれ、バリエーションが加えられ、そして私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像ができたと解釈していましたが、実はその逆であったということになります。繰り返しますが、この両者4者は全
く同じです。特に口の周りの小さな傷にも注意してください。そんな点も全く同じです。つまり右下のレオナルド・ダ・ヴィンチなる人物の自画像をもとにして左上の人物の顔の像が創作されたというのではなくて、その新訳左上の人物の顔こそがカイン、つまり神自身の姿顔であったということになります。その顔にバリエーションを加えて右下のレオナルド・ダ・ヴィンチなる人物の自画像が捏造されたということになります。言い換えるとこの顔そのものがカイン、髪の毛の全くないカイン、印をつけられたカインの姿顔ということになります。繰り返しますが、カインは誰が見てもすぐ分かるようなマーク、印をつけられて野に放たれます。そのマークとは何か、誰が見てもすぐ分かるマークとは何か、それは言うまでもなく髪の毛もひげもないのっぺらぼうの顔であったということになります。言い換えるとここに示されている髪の毛もないひげもないのっぺらぼうの顔の人物こそが神自身、カイン自身イコールイエス・キリストの実像ということになるのではないでしょうか。もう一度この顔をしっかりと見つめてください。これが神の真の姿顔ということになるのではないでしょうか。以上がこの動画の結論ということになります。Bye for now.